ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつかな。クラウドさん、頼っていいっすよね。大丈夫って、もうすぐ開くっす。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか、出場種目が違う。例えるなら。例えるなら。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ。高い金払うがっかりさせんじゃねえぞ。
次はあんた。悪くない。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。この腕さえひねるソルジャーといやシンナの番犬、マコールは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンナに未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。ちゃんと案内しろよ。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手は一人。焦るなよ。まだだ。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。おい、ジェシーを待たせるな。おとなしく待っとけ。パスコードの情報は分派の同志が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。
ディファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは、おっと、このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん、てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。うん、てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。お前の剣で止まれ。そこで剣術してな。俺にかかれば楽勝よ。騒ぐほどじゃない。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。
ッチリ。この調子で行こう。基本は各地で出てきた。さあ行こう。簡単すぎる。クラウドいい。掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。ただの鉄くずだろ。攻撃の防御力の行き間違いだ。なんだ。覚悟はあるのか。魔法の隙を狙って決めていけ。ビリビリだ。追われるまでもね。全力で潰す。ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえか。普通はよ。おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。
どうした？問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。あのサソリに触れてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。
油断はできない。じゃあここまで。悪くない。黙って登れ。その方が楽だ。そうか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット。先に行け、ジェシー。扉開けんのが優先だ。でも。こっちは問題ねえ。様が一緒だ。もっと見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐドカンだ。邪魔するんじゃねえ。バレ、5秒でやって。うわっ、決めろ。狙って引きます。ヘイパー、落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。急げ、あいつが出てくる。早くここから出ねえとな。
急げ急げ。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ鉄臭い錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いは何だ。だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度触媒、まさか火薬。ジェシー後にしようぜ。はあお腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジまだ。もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー機体策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。1番街および8番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。
想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り、俺たちはこの先ももっともっとマコールをぶっ壊す、星の命を救うためにな。ダイは覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う、そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。